どうも、オーシャンのしげです。前回ね、動画を公開してから、1ヶ月ちょっと、経ったんですけれども、僕がですね、この1ヶ月間で、何をしてたかと言いますと、僕の中でですね、そのパドラーとしてのスキルアップっていうかな、技術力アップ、あと体力ですね、体力の向上、もう一つは弾力、根性をつけるっていう部分でですね、ある、僕のね、僕の生涯の人生の中でも、刺激に残るようなね、チャレンジを、してまいりました。はい、でこれはね、後日また、動画でね、ご報告しようかなと思っております。でもう一つはですね、この動画をね お休みするきっかけにもなった、フィッシング火薬エレメント、これの無期限延期、これに関するですね、それに関連するかな、ことでですね、ちょっと走り回っておりました。で、簡単にご説明するとですね、その今ベイラマンス火薬さんがですね、制作されているコリンアスリート、これの遅延問題が結構深刻だというところでですね、それもあってその火薬エレメントのですね、計画っていうか、このお仕事をね、ちょっと中止というか延期ね、させてもらったんですけど、その延期なのでね、早く僕も再開したいということもありましたので、まずじゃあこのコリンアスリートをね、なんとか、作ってもらおうじゃないかというところでですね、ちょっと僕がちょっと奔走してたんですけど、その、やり方としてはですね、このベイロマンス火薬さんから、コリンアスリートの方をちょっとこうお預かりして、で別のビルダーさんにね、作っていただくという形の計画でした。で、そういうことがね、その型って結構ね、そのビルダーさんで作り方が違うんで、そういう型をね、勝手に持っていったからって作れるものかと、いうところもかなり疑問だったんですけど、数名のね、ビルダーさんに、お話を聞いたところ、できるかできないかで言ったらできますと、そういうね、お話をいただいたんですが、と同時にですね、それをね、僕の口から聞くのはやっぱり筋が違うねと、やっぱりそのコリンアスリートを作ってほしいというんであれば、僕が言うんじゃなくて、ベイロマンスの土本さんがね、直接、言って頭下げると、そういうのがね、やっぱ筋でしょと、至極当然のことなんですけど、そういうね、お話をいただいてました。それともう一つがですね、ある方からですね、正直その今回のそのコリンアスリートの遅延問題に関しては、僕もこのオーシャンアドベンチャーも一切関わってないんですよ。なので全く関係がない、話なんですけど、とはいえですね、やっぱり友達が困ってるっていうところで、いろいろ僕も働きかけしてたんですが、あまりそれをやるとっていうか、やりすぎると、その片棒を担いでると思われるんじゃないかと、心配してくださるね、友達も何人かいて、そういうのもあって、どこまで僕がこの問題にね、この問題を引き受けていいかっていうのはかなりね、悩むところでもあったんですけど、今回のその型の問題っていうのは、僕は結局その、友達としてですね、道筋ぐらいはですね、こういう方法があるよっていうところで、道筋ぐらいはその お示ししてもいいのかなというところもあってですね、一応そういう話をですね、土本さんに、させていただきました。で、
正直言うとね、その話をさせていただいたということでもないんですよ。電話がつながらないので、電話がなかなかできないというところで、ちょっとメールでね、こうこうこうで、こういうふうな方法がありますよというところで、お知らせしたんですけど、今日現在ですね、まだそのメールは見ていただいてないんですよ。はい。けどそれだからって言ってね、なんかこう、いろんなところからね、電話でまた留守電にじゃんじゃん入れるとか、違うメッセンジャーに入れるとかね、なんかそういう、あんまりね、しつこくするのもね、やっぱり逆にご迷惑になるのかなと思いましたんで、僕のメールが見たかったら必ず見ると思うので、一応そういう報告をさせていただいております。はい。そういうところでですね、僕が今、この現時点でですね、そのベイロマンスさんにできることっていうのは、ここまでなのかなと。もうこれ以上やると、やっぱりご迷惑というか、いらん世話に、なってしまうんじゃないかなと。それとやっぱりその今、その、ホリンアスリート待っておられるね、注文していただいてる皆さんにですね、過度な期待をね、させてしまうんじゃないかっていうところも、正直あります。なので、僕のできるところはもうこれ以上のことは本当できないと思うので、かなりね、突っ込んでやったんで、今回はだからもうこれ以上のことはね、やれへん方がいいかなというところもありまして、僕の中ではですね、今回の、件に関してはこれで決着、ついたかなと、僕の中ではですけどね、思っています。はい。ですのでですね、この動画を皮切りにですね、また、動画のね、投稿を再開しようかなと思ってるんですけど、ただですね、前回とちょっと違うのは、前まではね、もう極力毎週投稿してたんですよ。はい。で、このね、毎週投稿っていうのもかなりしんどかったりするので、引き続きね、なるべく毎週投稿はしたいんですけど、そのね、形式にあんまりとらわれないで、休むときはしっかり休むとか、動画ひね、出したいときはもうババッと出すとかね、その辺はちょっとね、前と比べるとランダムにね、動画のアップはね、していこうかなと思っております。はい。というところでですね、今回の動画を皮切りにですね、オーシャンアドベンチャーチャンネル、今日も明日も火薬日和の第2章、スタートさせていただこうかと思っております。ということで、改めましてよろしくお願いいたします。バイバイ。